三春ハルコマハルコマは、福島県郡山市と三春町の伝統工芸品、郷土玩具。平安時代の武漢、坂の上の田村麻呂が、793年に、江戸政党の際に苦戦していたところ、どこからともなく、現れた木馬に助けられたという伝説をもとに、子供の玩具、子育て木馬として作り始めたとされる。白黒のコマがある。三ハルコマは、 甲芝木馬三春春子は、甲芝春子が正式名称である。江戸時代三春藩領は、貧しい藩だったが、野生の馬がたくさんいたため、その野生の馬を良い馬に改良して、藩の産業にしていた。その本物の馬につけていた名前が、三春駒だった。しかし、時代とともに、三春には野生の馬がいなくなり、代わりの産業を探す際、すでに三春とは、 行政区が分かれてしまっていた郝芝村の、郝芝木場、郝芝子育て木場に目をつけ、三春駒と勝手に名付けてしまったものが、全国に広まった。このように三春藩の名残で三春駒、三春春子人形と呼ばれるようになったのは、昭和初期中期になってから。この民芸品の発祥地は、郡山市西田町にある郝芝でこ屋敷である。また、この発祥地のでこ屋敷で、 第二次世界大戦以降、木彫りから一貫して作り続けているのは、彦寺民芸一件のみとなっている。日本で最初の年賀切手に採用された民芸品で、低神総合博物館に寄贈されている。日本産大駒の一つとしても知られる。切手に採用された三春駒を製作したのが、甲芝猫屋敷、彦寺民芸の九代目、当主、橋本彦寺。また、 白いサンハルコマは昭和27年に日本橋三越本店で福島県の第1回福島物産展が開催された際、9代目彦次が初めて製作し、橋本浩二氏の祖父、コ忠氏と橋本彦次の二人で実演販売をし、好評を得る。彦次はサンハルコマの毛の代用に朝を最初に考案し、使用した。 坂の上の田村丸が八世紀の江戸政党の時、清水寺の僧、円鎮が小さい駒の木造を百体作って送ったところ、戦場で苦戦を強いられていた時、どこからともなく百人の騎馬隊が現れて敵を倒し去っていった。その後、村人がそこで汗びっしょりで頭を垂れた木彫りの駒を見つけ、家に持ち帰った。清水寺の百体の木駒の話を知っていた近所の、 死者が残りの99体のコマを作って100体としたが、いつの間にかまた1匹が行方知れずになった。今の三春コマは、その99匹の子孫たちであり、それで遊ぶと健やかに成長し、子供のない人は火に3粒の大豆をあげるとこだからに恵まれると伝えられている旅の伝説玩具グマン増次流著。ありがとうございます。